コレルにある召喚獣の村にはアレクサンダーの知識が眠っているはずです。大昔、悪行により栄えていたコレルの大国が機械仕掛けの巨人によって一夜のうちに滅ぼされたという伝説があります。それがアレクサンダーだと言われています。敵じゃない。そっちは任せる。俺の見せ場だ。それ。そうだ、おら。残さずこのまま続けろ。一足だ。おし。なんとかなった。
初代店長のモグが飛べなかったって知ってる？クポの実を食べてたくさん練習して飛べるようになったクポ。初代店長はすごいの、クポ。モーグリショップにようこそ、クポ。
見つかりましたか。わお、よく、こんだけ見つけてきましたね。俺ならバッチリです。やっぱ兄貴は規格外の男だぜ。じゃあ俺たちは材料を持ってシーサイドジョニーに戻りますね。これで依頼は完了。いいな。それが実は他のジョニーたちがボイラー修理に必要な部品を探しに行ってて。え、他にもいんの？そっちを手伝ってもらえると嬉しいです。あいつら共和国時代に建てられた工場跡地に向かったっぽいんで、よろしくお願いします。ジョニーに頼まれて手伝いに来た。ジョニーが？もしかしてお前か？俺じゃない。じゃあこれか？いや、お前がそんなに気が利くはずない。あ？なんだろこれ。ウケる。そのままジョニー劇団とかやってみればきっと流行るよね。状況は？俺たちボイラー修理に必要な部品を探してたんですが、今は作られてないっぽくて。だったら一から作ってやろうと思ってクラフトチップ探しに切り替えたところです。成果は？こういう時にチョコボがいれば。はあ、あとは任せろ。やった。俺たちが探してるのはボイラーバルブのレシピです。チップを見つけたらそのままクラフトもやっちゃってください。しれっと仕事を増やしてない？よろしくお願いします。
めろ。何でもやも全然解できるじゃん。風体視点作っちゃおうよ。これにクラウドがいっぱいいればシンナとの戦争にも勝てるんじゃない？どうだろう。ほら想像してみようよ。ほい、クラウドが1人、クラウドが2人、クラウドが3人、クラウドが4人、無言のクラウドが。やっぱクラウドは増えなくていいかな。俺もそう思う。
Thank you.
これでボイラーを修理できます。熱々のシャワーを提供できます。んじゃ、ジョニーも全部見つけたし、報告に戻る？あー、いやー、それがあと一人。え、まだいんの？シーサイドジョニーに伝説のモンスター、トンベリキングの王冠を飾るんだって。砂漠の方へ狩りに行ったやつが、あいつ干からびてないといいけど。兄貴、様子を見てきてもらっていいですか？分かった。オンに行きます。それじゃあ俺たちはボイラーを修理しに戻ります。ジョニーのことよろしく頼みます。何してるんですか？お前こそ。実はリフォームの目玉として伝説のモンスタートンベリキングの王冠をバシッと飾ろうと思ったんですけど、ここから先進めなくて。この先でトンベリキングを見たって情報があるんです。でもここから歩きじゃ無理なんすよ。兄貴、もし砂漠へ行くことがあったら、俺の代わりにトンベリキングの王冠をなるべく傷つけないように盗んできてもらってもいいですか？あとは俺たちに任せろ。まずは砂漠に入る方法を探さなきゃ。でもすぐには無理っぽいね。くー、男前がすぎるよ兄貴。ちゃちゃっと王冠盗んできちゃってください。俺いつまでも待ってますから。忘れちゃうと干からびちゃいますから。